優しくて、自分の考えも持ってて、間違ってることは間違ってるってちゃんと言えた。今のほなみは違う。クラスメイトの顔色ばっかり伺って、自分のことはどっかに置いてきてる。そういうの見るとイライラする。私この間ほなみと少し話したの。え？ほなちゃん、そうだったんだね。そんなの結局逃げてるだけじゃん。私たちからも他の友達からも全然根本的な解決になってない。ほなみは怖いんだよ。それにほなみは優しいから、同じことしたらまた周りの子に嫌な思いさせるんじゃないかって思ってるんじゃないかな。だからってそれで一華や咲を悲しませて。ごめん、どうしても今のほなみに納得がいかなくて。私だってほなみのこと言えたもんじゃないのにね。志保、ほなちゃんは昔からすごく優しいもんね。志保ちゃんの大事な帽子が川に飛んじゃった時とか、服びしょびしょになるのにすぐ取りに行ってたし。うん、優しいから辛くなっちゃってるんだね。私決めた。ほなちゃんのことバンドに誘うのはもうやめる。さき、それ本気で言ってるの？うん、それが私からほなちゃんへの思いやりってやつかな。自分で言うなって感じだけど、私ほなちゃんが苦しくない方がいいなって思ったの。本当はほなちゃんを一人になってさせないよって言いたいけど、苦しい時そばにいられなかった私がそんなこと言うのは違うなって思って。ごめん、私そんなつもりじゃなくて、解決できたらって思って。大丈夫、分かってるよいっちゃん。でもせっかくほなちゃんが今のクラスの子たちと仲良くできてるんだもん。そこに突然幼なじみだからってだけで私たちが割って入ったらダメかなって。だからほなちゃんの気持ちを大事にしてあげたいな。さて私たちは私たちで練習しなきゃね。みくちゃんたちのところ行こう。いちか、どうかしたの？